んばんは。そう思います。こんな難しいの歌えると思います。歌っちゃうんじゃん。ソマリュです。土日の週末は皆さんいかがお過ごしでしたか。私はですね、中途半端に暑かったんで家でゴロゴロしてました。例えば巨人戦を見たり、また例えばちょっとだけ小説を読んだり、あるいはですね曲を聴いたり、そして、曲のフレーズを作曲したり、そんな日々を過ごしました。なんてことない日々です。さあ、また明日からですね。あ、電話じゃん。もしもし。はい、電話終わりました。まあ録音中にね、録音室じゃないんでいろんなことが起こるんですよね。そういうことですね。電話を終わって、今喋ってるわけですけど、何を喋ってるのか忘れました。ただ明日は月曜日です。また1週間が始まります。そこそこに頑張りましょう。頑張りすぎはよくありません。また頑張らないと怠け者になります。そのいい例が俺です。だから俺見たくなっちゃうといけないなって思っております。適当に頑張って、適当に骨休みして、そしてまた1週間過ごしましょう。さあやろうぜベイビー。そんなこんなで喋っております。一つですね、情報があるんですけども、最近てっちゃんが詩とですねショート物語をアップしております。非常に才能の豊かな文章になっております。驚いております。そういうわけで、てっちゃんを知らない人は、てっちゃんのブログに遊びに行ってあげてください。驚きます。彼は頑張り屋です。ソマリーは頑張り屋じゃありません。そんな感じでヤッホー。